どうもこんにちは、リュウボンです。トキデン2続きやっていきます。じゃあね、トキツグの体に入れる高純度の白のね、結晶石かなを探しに行きましょう。場所はもう上がっている。行くんだ。おお、シルベミッケと。さて、こっちか。いるね。いない？なんかでかい足音が聞こえたけど。あ、やっぱな。あ、でも偶然か。夢の後、お前とは戦わん。よいしょ。で、うおー、怖え。追いつけるもんなら追いつけてみな。追いついてみな。追いついてみな。2匹ぐらいいたね、大型鬼が。知らん。超いっぱい落ちてる。ちょっと全部拾っていくよ。これか。あ、これか。ハクの高密度結晶とやら。きっとそうよ。でもどれくらいあればいいのかな。全部持ってこ。とりあえずありったけ集めるぞ。そうだ。わかんなきゃ全部だ。気をつけて。すりつぶすな。気持ち悪いな。なんちゅうこと言うんだ。え？ちょっと、また来るの？こいつか。カバネ引き。こいつにでも弱いよね。時計回りだ、こいつは。時計回りに戦っていれば、あんまり食らわない。あ、こっちはまずい。こっちダメ。こっちダメって！あっぶねえ。そういうことっすよ。ちょっと待って！あぶねえ！防御間に合ったんか、今。当たんなかったんだな。ん？うざいのいるね。よっ、ボゲー。共闘ゲージのためにやったわ。頼りになるやつだ。オッケー。よっ、待て。オッケー。ん、これは来るか。あ、うー、気絶系か。これはまずいね。オッケー。あそこの拠点がもう使えるから装備変えられたのか。何する？何？甘い。まあこいつはもう雑魚いいよね。うーい。やだな、壁際は。いや、しないっす。危ねえ、危ねえ。お、よっ、よいしょ。あー、なんかスキル外れてるみたいだね、別のスキル。多分俺が外したスキルのうちにこの鬼返しを決めると共闘ゲージが上がるっていうやつが入ってたみたい。素晴らしい。 OK、殺せ殺せ。オー、大丈夫かな。めっちゃ近いけどごめんね。オッケー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 。しばらくはオッケー。もうちょいもうちょいもうちょい。もうダメか。オッケー。あ、もう終わってるな。すべて終わってるな。オッケー。オッケー。ひるんだ？ひるまないんだ、あれ。てか当たんなかったんかな？最後の衝撃は。しまった。あれに当たると腹立つよね。避けろや、みたいな感じだからさ。甘い甘い甘い。こいつはほんと時計回りにしてれば、もう、被弾？あと、ほんと当たりにくいから。攻撃に。これはね、ぜひ。で、多分、カバネ引き、カバネ引き、なんとかマネキ。もう一匹のやつ。これも当たらない。うん。今度ね、あの、毒のやつに会ったら、もう一匹のね、こいつの。ちょっと、時計回り、反時計回りでちょっと戦ってみますわ。うん。こいつ結構でもあれだな、慣れたら、ほらね、素晴らしいじゃん。
よいしょ。結構あとちょっとだから、なになに、オッケー、伏せ走り素敵すぎる、オッケー。雨土を照らさん、雨土を照らさん、あれもうよくわかんない、オッケー。川に火飛ばせ、戻るか。この先は特に何もない。これは戻ればいいのか、それともほっといていいのか。この音楽が流れてるってことはイベントかな？だよね。情けねえ。こんなところで終わりかよ。待て待て待て。鋼鉄の体になってまで生き延びたのによ。何のために俺は。時継ぐ待って。時継ぐ、一つ頼み事をしてもいいか。私に何かあったら、まほろばのみんなを頼む。なんだよ、縁起でもねえ。お頭にでもなるってのか。お頭には紅月がなるさ。ただあの子には弱いところがある。お前にはそれを影から支えてほしいんだ。また影からかよ。いつまで俺は日陰者でいりゃいいんだ。日陰者は嫌か。そりゃそうだ、俺はとびきりの勇者になりてえのさ。何が面白い。いや、すまない。私はお前のそういうところが好きだ。そんなお前だから託したい。里を頼めないか、時継ぐ。俺はごめんだぜ。勇者ってのは光の中にいてこそなんだよ。そうか、なら仕方ないな。俺はあの時約束できなかった。一言分かったって言ってやればよかったのによ。こいつは分からず屋だからな。だからこそ行かなきゃならねえ。里を守らなきゃならねえ。ひよこばっかりだからよ。俺がついててやらねえと。でも足が動かねえ。博士、今頃どうしてんだ。一人で大丈夫か。飯はちゃんと食えてるか。お前は好き嫌いが激しいからな。頼む、誰か俺に力を貸してくれ。もう一度だけ立ち上がる力を。ん？遠くから声がする。この声は間に合った。はあ、お前か。おいおいおい、最下はまずいぞ。おー、俺だ。あぶねえ。よし、叩け。説明書通りにやっても起きんな。おい、目を覚ませ。しっかりして、時継ぐ。耳元でがなるな。うっさくて仕方ねえ。よかったよかった。なんで叩けばよかったのに。時継ぐ。よーし。おお、プルプルプル。まだ生きてやがる。お前たちが助けてくれたのか。懐に取扱説明書が入ってたんだな。その通りにしてみた。取扱説明書だと。博士の野郎、アジなこと。ありがとうよ、お前ら。お前の声が聞こえたぜ。おう、これでまだ俺は戦える。とびきりの勇者が復活したんだ。準備は万端だな。あと次から電池が切れる1時間前にはちょっと教えてほしいとこですね。行くぜお前ら。マホロバの里を取り戻しに。あのカメラのマイクですらなんか3時間前とかにね、アラートが出るっていうからね。さっきまで死にかけてたのに。いいじゃない。うるせえよ。俺には戦う理由があんだ。いつまでも里を好きにはさせねえ。
急に張り切っちゃって、何かあったのかしら。死にかけたからだよね。なら作戦を練らんとな。正面突破を挑むほど俺もバカじゃない。私に任せて、いい案があるの。怪しい。本当に大丈夫か。お姉さんに任せなさい。怪しいね。どうするライゾー。肝心の死体は上がらず、目撃者もたった一人だけか。目撃者は誰だ。どうも気なくせ嫌な予感がするぜ。まあね、ライゾーは当事者じゃないからね、言われた通りにするっていう。少し調べさせてもらうぜ、軍師式。うん、こいつはまともだな、やっぱり。ん？なんでお前は？なるほど。さて、私は誰でしょう？キングは帰れ。違うってば、私は私。イラストもこれ用にあったらいいのにな。私は初歩よ。んなことは初めからわかってる。金軍の装備か。そんなものどこで手に入れた？実は、リュウボンと合流する前に、金軍の石膏と鉢合わせたの。捕まえて身ぐるみ剥いでおいたわ。後ろの人たちは、あれか、百鬼隊か。この服を着て、里に乗り込むのよ。この格好なら、金軍の振りができるでしょ。まずは、人質を解放してから、百鬼隊と一緒に、里に突入するのよ。なるほどな。なるほどな。発音にしては、悪くない考えだ。はははアホの子みたいなね。つうかさ、身ぐるみ剥いでおいたってさ、じゃあその子今すっぱだかなはずだけど、大丈夫？こんな、こんなところで。で、胸に何詰めてんだ？やっぱそうなるよね。確かに妙にでかいな。セクハラ。どこ見てるのですかって。服が合わなかったんだから仕方ないでしょ。みんな巨乳だからね。あの軍隊は。私だってそのうち、妙にでかい。無理するな。ハンカチ持ってやれよ。涙拭いとけ。とりあえず変装するのはリュウボンだけで十分だな。時継がいる以上全員は変装できない。まあ、そうだな。時継と初歩を捕まえた体で、リュウボンがキングの格好をしていけばよい。うん。こんなに頑張ったのに。まあいいわ。もっと成長してから切るから。お前は年いくつだ一体。もう遅いだろ、その胸どうのこうのっていう話は。じゃあ行くわよ。みんな、準備はいい？よし、行くぞ。OK だね。よし。で、時継ぐと話す、あそこか。ロード中、ロード中。つうかね、どっしんどっしん。この裏に鬼がいる模様でね。地面がめっちゃ揺れるんだよね。戦ってみたいけど。で、ちょっと、装備じゃない。御霊をね、変えたい。ん？これで、よし、マックスやったな。オッケー。で、別の、違う。アマテラスで、アマテラスなんか覚えたかい？ちょっと待ってね。ちょっと待って。ここでやりたいな。うん。で、はい。シャドウ風、霊力。これいいね。で、花の治療も今は関係ない。あ、つうかもうこれしかないんだ、今。で、ちょっとね、薙刀の強い武器も今持ってないので、悩みどころだけどね、里に戻ってもいいんだけどな。あ、そうだ。そういえばね、前ここの、もうこれ解放したら、一回使っとくといいですよ、と。後で使えるようになるのでってね。もう、鬼が気になるなぁ。誰がいるんだろうね。というわけでね、一回ちょっとマホロバ戻りましょう。そうだ、戻れねえんだったー。よいしょ。というわけでね、しょうがないね。今できる、
ものでやっていきましょう。うん。こんな感じにした。大海事前と、アマテラスね。アマテラスは、まあ、ここを強化ね、強化じゃないや。スキルね、ゲットしたらやると。これ使うと。で、これに関しては、体力最大の時だからな。だから体力最大の時に武器ゲージ量とダメージが上昇なので、まあ、ここぞという時に、天の岩戸を使って、で、体力全開の状態でね。で、使ってる間は、ずっと、そのステータスがね、上がってる状態だから、うん、よりダメージを与えやすいってことだね。そういう使い方はできるね。うん。まあ、あとは普通に、ね、純粋に腕がね、要は、上手い人は、攻撃当たらずにね、やれる人は、ま、いいんじゃないかなっていう。で、一寸法師なんだけど、今使えるのはこれしかないっていうね。で、試練一戦いいんだけど、これもね、体力最大系なんで、なかなかね、難しいと。で、俺欲しいのは、ここだね。ヤタガラス使った時に、気力回復速度が上昇というのと、あとは一寸の体に無限の勇気。鬼を倒すか部位を破壊すると体力回復と。で、さらにヤタガラス中、回避の、気力消費量が低下して、無敵時間がさらに長くなるというね。まあ、ちょっと先長いけどね、これは。すべてのスキル、ゲット後なんで。という感じでね、やっていきます。ちょっとね、アホロバ、取り押しに行くわよ。おう。トキス、そこにいるのか。どうした？変装して里に潜入か。うまくいきゃいいけどな。うん。万が一捕まったら、雷蔵を頼りな。あいつは信用できる。今は式の手下みてえに見えるが、俺が認める数少ねえ勇者の一人だ。うん。司令か？聞いてくれるか。なんだか話してえ気分なんだ。聞かせていただきたい。俺たちサンバガラスの昔話を聞きたい。親友だったらさ、俺と雷蔵、そしてマホロバのお頭の才川。なるほど。俺がまだ生身だった頃の話だ。霊山のモノノフ訓練兵で俺たちを知らない奴はいなかった。西のサンバガラスなんて呼ばれててな。将来を嘱望された若き三人組。俺はその中でもとびきりの勇者だった。雷蔵が敵に突っ込んで、彩花が援護、そして俺がとどめを刺す。それが俺たちのお決まりのやり方だった。だが時間は過ぎる。いつしか俺たちはそれぞれの道に進んだ。やがて彩花はマホロバのお頭に、雷蔵は金軍の指揮官に収まりやがった。そして俺は相変わらず何でもねえ、ただのモノノフをやっていた。焦ったぜ。何とかして名を上げねえとって思った。あいつらにだけは舐められたくねえ。そう思っていろんな前線を渡り歩いて過ごした。北から南、西から東へと無茶やったぜ。おかげで少しは長売れてきた頃だ。彩花が死んだって知らせが来たのは。その場にいなかったんだね、時継は。知らなかった。俺は動揺した。そんなはずねえって思った。俺が勇者になるまで待っててくれるはずだ。わけもなくそんな風に思っていた。俺は走った。マホロバまで必死で、体中傷だらけになるのも構わず。だが途中であの鬼が現れた。さっき戦った白面ソーズだ。俺はすぐに正気でダメになった。なんとかして逃げたが、もうダメだって思った。その時だ、あいつが俺の前に現れたのは。お前、生きたいか。生きたければ私の手を取れ。この手を取ったら最後。お前は人の体を捨てなければならない。だが朽ちることのない鋼鉄の体を手にできる。それでも生きる覚悟があるなら、お前を助けてやる。その代わり、何があっても私についてこい。私は博士、宿命に喧嘩を売りに来た研究者だ。
そして俺はからくり人形になった。マホロバに着くと最下の葬式の最中だった。遠くに見えるあいつの葬列を前に俺はその場から逃げ出した。どんな顔をして会えばいいかわからなかった。約束もできず勇者にもなれねえ半端もんだ。あいつの墓碑に続くあの長くて遠い道を俺は未だに進めずにいる。なるほど、それで行かなかったのか。だがそろそろ会いに行く頃だ。必ず里を取り戻そうぜ。もうやろう。ん？貴様らは、お、変装組だな。どういうことだ？何があった？手配中の連中を捕まえてきた。捕まえただと？他の者はどうした？それが途中で鬼に。そうか、鬼に。お前たちだけでもよく生き残った。ひとまずよくやったな。雷蔵様に報告してくるがいい。しめしめ。やかま、言うな、お前は。縄がきついなーって、しめしめって。な、アホな言い訳あるか。ふてぶてしい奴らめ。早く牢にぶち込んでやれ。おうよ。さあ。予想通り簡単に潜入できたな。やはり互いの顔を知らんらしい。急ごしらえの遠征部隊の弊害だな。マホロバの者の二つは岩宿に監禁されているようだ。何とかして解放するぞ。ひとまず協力者を探せ。里の状況を把握する必要がある。俺は少し準備がある。ここから先は別行動だ。何の準備か？決まっている。突入の準備だ。頼むぞ。だいぶ顔が違うように見えるけどな。あ、すげえ。武器ちゃんと背負ってんじゃん。協力者を探す。ちょっと、街の人の話を聞いてもらおうかな。俺の姿を見てどう思う？あ、テンコしかいないのか。テンテン。テンコ。ピコ、素材取ってくる。あー、街の人いないんだね。こっちは？ん？あ、完全にいないんだ。あ、いないね。つまんねえ。なんか、ね。ちょっと話してみるか。あそこの NPC と。よう。今は限界、戒厳令下だ。あ？うん。限界体制やな。うん。警戒を怠るなよ。里の物置たちが激発しなければいいが。うん。